おはようございます。速稼塾の久保です。皆さんはですね、今話題の著書、7つの習慣っていうのをご存知ですかね。これをね、また一冊読んでくださいって言うと、ものすごく長い時間かかっちゃうんで、お時間ないと思いますんで、むちゃくちゃ要約したことをお話しします。この7つの習慣っていうのは、ある方がですね、もう昔から現代に至るまで、まあ、いろんな成功法則を調べたところ、第一次大戦の前と後では大きく違うところがあるってことを発見したってことが、この、7つの習慣のね、本筋になってるわけですよね。じゃあどういうふうに違うかというと、実はね、最近の成功法則っていうのは、モチベーションを上げていきましょうとか、コミュニケーション能力が高めていきましょうみたいなね、確かにすごく大事なことなんですけども、こういうふうなことにフォーカスしてるんですよ。要するに技術的な面なんですよ。でも、昔の成功法則っていうのはどちらかというとですね、もう道徳とか人としてのあり方とか、この人格形成についてものすごくね、語られてきたところがあるんではないかということなんですよね。ですから今、モチベーションとかコミュニケーションとかも大事なんだけども、もう一回ですね、この昔の人格育成に立ち返ろうではないかっていうのが、この7つの習慣の中に語られていることなんですよね。それではですね、人格と、それでは成功と何が関わってくるのかってことなんですけども、人格に確固したものができていれば、これはね、何回、失敗してもまた立ち上がれるっていうことなんですよ。同時にですね、人格ってのは一朝一夕ではできないんで、やっぱり千里の道も一歩からということで、すべては自分ごとして考えていきましょうってことが、その真髄なわけなんですよね。まあでも、モチベーションアップとかコミュニケーションっていうと、まあ、これはですね、どちらかというと、その場しのぎというか、小手先のテクニックなんではないかなっていうふうに読み取ることができるんですよ。例えばね、誰かのせいにしてしまうとか、モチベーションが上がらないせいにしてしまうとか、コミュニケーションスキルがなくって相手との関係がつかめていないせいでそうなってしまう、失敗してしまうっていう他者のせいにするっていう精神が働いてるんですよね。環境のせいとかね、仕事のせいとか、それから住む場所が悪いっていう風な、何かのせいにしてモチベーションが上がらないとか、人間関係が悪いからコミュニケーションが取れないんだっていう風にして、これはね、大きな意味で言うと、全部他人事、自分事ではないっていう風に考えているってことならしいんですよ。ではね、今回の動画をまとめますと、人格形成っていうのは全てを主体的に捉える。自分のせいで起きている。全ての原因は自分にあるって考えるやり方なんですよね。そして、最近のモチベーションとかコミュニケーションっていうのは、別にテクニックでなんとかなるじゃないかっていう風なね、小手先論のことを語ってるんではないかっていうふうに私は読み取れたんですけどもね。まあ興味がありましたらね、読んでいただければと思いますけども、なかなかね、長い本を読みましょうって言っても読めないと思いますんで、今回はものすごくね、3分ぐらいでお話ししました。まあ人格形成が成功を何回も何回も繰り返させる元にもなりますし、人格ができていれば失敗の中でも自分事として捉えていけるってことなんですよ。でもこの人格形成ができていずに、モチベーションアップとかコミュニケーションみたいな最近の成功法則によっていくと、一回の失敗で全滅するとかね、それからモチベーションが上がらなければ、もう精神的にまいてうつ病になってしまうみたいなことがなったりとかね。で、コミュニケーションのスキルがなければ、もう手も足も出ないってことになってしまうんですけども、人格さえできていれば、すべてのことは自分に寄ってくるっていうような考え方に読み取れたんですけども、皆さんいかがでしょうか。それでは本日は以上でございます。